サナコの性格はどんどん明るくなっていったんです。その後彼女は仕事を辞めて地下のジュエリストに転職したんですよ。それ一抹人形じゃなくてオーバーロードフュージョンだったね。陰微な表情で撫で回していてまるで廃人のようになっていました。あながち間違いではないのでは。休日に私が部屋の掃除をしていた時、携帯に電話がかかってきたんですね。で、登録がない番号だったので出るのを少しためらったんですけども、なんとなく見覚えがある番号だったので、思い切って通話ボタンを押してみました。すると電話の向こうからもしもしっていうことで、かすれて消え入りそうな声でしたが、私には聞き覚えのある声がありました。え、サワコ、サワコなの？それサワコじゃなくてヘルカイさん、サワコじゃない。6、成功です。それ消え入りそうな声じゃなくて元気はつらつな声じゃなくて、6、成功です。うん、すると電話の向こうからマシマシ元気はつらつな声でしたが、私には聞き覚えがありました。え、ヘルカイザーサワコ、ヘルカイザーサワコなの？久しぶりに聞く、まあ親しいその女性の声に、まあ思わず涙が溢れてきたんですね。まあ涙は流れるわ。いい中の女の子がいきなりヘルカイザーサワコになっていて元気はつらつになったら涙もこぼれるわ。彼女は申し訳なさそうに、私に頼み事があるんで、まあ家まで来てくれないかと言いました。で、まあ、オッケーオッケーということで電話を切ってすぐに私は彼女の家に向かいました。3日ぶりに訪れた、やべえな、3日ぶりに訪れた彼女の住むアパートは、周囲に立ち並ぶ真新しい物件やマンションから取り残されたように老朽化していて、まるでそこだけタイムスリップしたようでした。それタイムスリップじゃなくてタイムマジックじゃないですか。1位成功です。鬼かよ。全破壊されてる。まあ彼女の3日ぶりに訪れた彼女の住むアパートはタイムマジック。最近では見かけなくなったタイプの呼び鈴を押すと、ドアの隙間から懐かしい顔が覗きました。ただその容姿は3日ぶりということを考えてもうすっかり老けていて、見ようによっては60代かともすればおばあさんのようで、それ老けたんじゃなくて若返ってたんじゃない？3日ぶりということを考えていても、すっかり若返っていて、60歳とかじゃなくて6歳の間違いに成功。ありがとう。はい、3日ぶりということを考えてもすっかり若返っていて、見ようによっては6歳がともすればおばあさんのようで、まあ、 若すぎて逆におばあさんみたいなのがあるよね。リバーあるよね。若すぎてね、逆にね、そう。まあそういう変貌ぶりに私はだいぶショックを受けたんですね。で、まあ来てくれてありがとう、中に入ってって言って、まあ言われて、まあゴミ屋敷のような部屋を想像していたんですけども、それゴミ屋敷じゃなくてサイバー流の道場だった。サイバー流の道場。はい、4成功。サイバー流道場のような部屋を想像していた私は、綺麗に片付いた部屋の中を見て少し安心した。片付いた。で、部屋の中に入ってしばらくの間、たわいもない世間話で、まあ、お互いの3日分の溝を埋めるための探り合いの後、思い切って私から本題で切り込んだんですね。もう急に連絡してきて嬉しかったけどびっくりしたよ。で、どうした、何かあった。私の単刀直入な質問に彼女は少し戸惑った様子でしたが、意を決したようにゆっくりと話し始めました。で、ちょっと聞きたいんだけど、あ、思い出した、オーバーロードフュージョンだ。このオーバーロードフュージョン覚えてる？